カフテバヒーの仏教遺跡群とサーリーバハロールの近隣都市遺跡群はパキスタンの世界遺産の一つであり1世紀から7世紀のガンダーラにおける総意,意味や都市建築の様子を伝える遺跡群であるカイバル・パクトゥンクワ州に残るそれらの遺跡群は1980年にユネスコの世界遺産リストに登録されたこの物件は名称が示すように タフテバヒーの仏教遺跡群とサーリバハロールの都市遺跡群とで形成され、両者はおよそ5キロメートル離れている。タフテバヒーはマルダン地区に残る仏教遺跡である。タフテバヒーは源泉の玉座を意味し、遺跡が作られた小高い丘に湧いていた泉に由来するという。遺跡のある範囲の高さは3 6 6ルから1 5 2 4ルである。この寺院は、 クシャーナ朝のカニシカ王により、2世紀半ばに建造された。ガンダーラには5世紀にエフタルが侵攻したが、その折にも小高い丘にある地の折などによって無傷で済んだ。タフテバヒーノ寺院は、その後も密教の中心地として7世紀まで存続した。ガンダーラはマトラーと並び、仏像の起源とされる地域である。 ギリシア美術とヒンドゥ美術を融合させたその様式は、他地域の仏像作りにも強い影響を及ぼした。タフテバヒーからもガンダーラ様式の仏像が出土しており、各地の博物館修造のガンダーラ様式の仏像には、タフテバヒーから移送されたものも少なくない。寺院には、訪れた仏教徒たちが奉納した小さなストゥーパが35基並ぶ、ストゥーパの中には、 コリント式の柱に飾られた指導3段の階段状の基段を備えたシュストゥーパが立つ首都院。さらには3メートルほどの仏像が5体並んでいた壁面、瞑想のための小部屋、食堂、坑道などがあったと推測されている。ただし、この遺跡が修復されたのは20世紀初頭にイギリスの考古学者が再発見した後のことだった。遺跡の保存状態は 良好と言われるが、小ストゥーパもシュストゥーパも残っているのは奇岩のみ、3メートルの仏像も足しか残っておらず、壁面の彫刻やフレスコ画の類もほとんどが失われている。また、かつては寺院全面が白い漆喰で覆われていたとも推測されているが、その漆喰も断片的にしか残っていない。その一方で、仮ン配置がどのようだったかは、 読み取ることが可能である。樋口高康は、タフテバヒーの遺跡について、いろいろの種類からなる仏教寺院の構成を、最も典型的に具現したものとして注目されると、表していた。サーリバファロールは、タフテバヒーのある岩山の近く、9メートルの高さの丘に築かれた都市の遺跡である。この町は、タフテバヒーの僧侶たちの住居や、食料庫、 さらには巡礼者たちの宿を提供する機能を含み、タフテバヒーの寺院を支える役割を果たしていたと考えられている。その中心は強固な城壁に囲まれた都市で、5世紀半ばに異民族の侵攻を受けた際にも無事だったとされる。しかし、12世紀にイスラーム勢力の侵攻の際に破壊され、町の建物も土台以外は残っていない。 城壁の周辺には、僧院や当院の遺跡が残り、石やスタッコの仏教彫刻品なども多数、出土している。1911年には保全のための手続きが取られ、始めたが、その後も地元住民による、宅地開発、農地開発などによる侵害を受けており、保存状況への懸念が示されている。初期の世界遺産委員会で登録されていたこともあり、 干渉地域が適切に設定されていないことについても、代用の必要性が指摘されている。1980年の第4回世界遺産委員会で登録された。モヘンジョダロの高校遺跡、タキシラと共に、パキスタンの世界遺産として最初に登録された3件のうちの1件である。なお、文化遺産の諮問機関である、国際記念物遺跡会議も登録を勧告していたが、 その勧告書は、タフテバヒーのみに言及しており、サーリーバハロールには一言も触れられていなかった。この世界遺産の正式登録名は、英語、ブッディストルインズ・オブ・タクト・アイ、バヒー・アンド・ネイブリング・シティ・リメインズ・アット・サーアイ、ボラル及び、フランス語、ルーン・ブーリックス・デ・タクト・アイ、バヒー・ベスティッチス・デ・サーアイ・ボラルである。その日本語訳は、以下のように様々な例がある。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。タフテバヒーの遺跡へはペシャーアワルからバスで2時間である。2001年の観光客数は約2万7000人であった。ただし日本の外務省はタフテバヒーのあるマルダン軍について大避勧告を発出している。ありがとうございます。